はるばる東の村よりやってまいりましたクリーンと申します。本日は先日ね、コミコンアットホームというところで、劇場版のドラゴンボールの最新情報が公開になったからな、そちらについてお話ししていこうと思うぜ。キッシーのハヤチャンネル。いやー、ついにね、ドラゴンボールのその劇場版のタイトルも発表になったもんな。その名もドラゴンボールスーパースーパーヒーロー。すごくないか？スーパーが2回も入る映画なんか俺は聞いたことがないぞ。まあそのぐらいスーパーな出来だっちゅうことなんだろうけど、あの一番最初の特報みたいのも流れたんだけども、まあ、俺たち若干今回は CG みたいな動きをするんだな。悟空がこうウォーミングアップな、あのブロリーの時もあったけど、こうウォーミングアップする動きのやつ、あれがちょっと若干 CG な感じが入ったもんな。ちょっとクオリティの高いゲームみたいにも見えなくもないんだけども、で先行して設定画がね、いくつか紹介されてたんだけども、まあちょっと絵の方がさ、ちょっとまあ著作権の関係で使えないから、俺がざっと描いたやつちょっと出すから、ちょっと見ていこうね。まずこうピッコロ、今回大きく変わってる箇所があるって言ってたけども、確かにこのピンクの部分が、黄色っぽくなっていると。でもさ、ナメック星人って年配になってくるとさ、神様もそうだったけど、この辺黄色かったよな。ってことはだよ、まあ、設定上ちょっとピッコロも年をとってここ色が変わってきたという捉え方もできなくはないよな。うん。で帯の色、確かにね、帯の色はまあアニメは青なんだけども、あのね、劇場版ではね、いくつかね、ピッコロはね、帯ね、赤で参加してんだよ。そうそう、あの時も珍しいなと思ったんだけど、まあ今回は完全にまあ原作カラーのピッコロっていうことでな。ピッコロの家もさ、初登場してたけど、どうなんだろうな。ピッコロに家が出てくるってことは、ピッコロが結構大きく影響するような感じなのかな。でもすごいよな。こんだけやっぱ30年以上見てて、ようやくピッコロの家を俺たち知ることができるっていうのもすごい話なんだけども。そして、パンちゃん。これね、パンちゃんがさ、保育園に行くってなってんだけど、そうなると、保育園ってさ、3歳とかから行くんだよな、確か。原作の一番最後は4歳だから、あと1年で最終回のドラゴンボールのあそこに繋がるのかなって思うと、俺じゃああと1年でもうなんかこう、カンカン帽かぶるような感じになるのかな。すげえ老けるんだよな。だからそうだよな、もう魔人ブーを倒した後から約10年ぐらい経過するお話ってことだから、いよいよって感じはするな。さあ、そして俺も、絵使えないから俺が描いたイラストになるんだけども、まあ、前回はね、ポロシャツ短パンみたいな、制服だったけども、今回は、紫のジャンパーに黄色いパンツと。まあ相変わらず派手だな。派手だけど、まあちょっとかっこいいよな。なんかいいよな、これ。そして俺が一番大きく変わったとこ、そのコミコンの方でも言ってたけども、目の色、原作の目の色、白の方に、ここで、30何年の時を経て、ようやく目の色が私は白になりました。ありがとうございます。ずっとね、肌色だ肌色だってなってたんですけども、ようやくここに来て白と。どうかな、ちょっと見てるみんなが違和感がなければいいんだけども。そして先行出しでね、新キャラクターも2人、登場してたけども、まあなんかやっぱり鳥山先生タッチだよな。これ1と2ってなってるから、もしかしたらもっといるのかもしれないし、どうなんでしょうかね。まあといったわけでね、タイトルと新しい設定画がちょっと出たということで、まあとにかくもう今回も一番大事件、俺の目の色が変わったというのはもうね、皆さんにちゃんときちんとねお伝えしとかなきゃいけないということで、さあこれからね、どんどん小出しになってくる情報をもとにまたね、皆さんと考察とかしていきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。白いでしょ。